たいね。はぁ、まさか600億以上の戦闘力を出してくるなんて反則よ。チートよ、まったく。そうね、精霊術師の戦闘力もすごかったけど、あれではさすがに手も足も出ないわね。ムーがもし、あそこから一緒に離脱しなかったら間違いなく死んでたムー。そうね、間違いないわ。ごめんね、火の精霊さん、倒せなくて。いえ、私自身が叶わないんだもの、精霊術師の責任じゃないわ。私は精霊術師じゃないわよ。そうなのか、てっきり水の精霊を従属に置いているから。それはいろいろあってネロに助けてもらってるの。私は式月下。そうね、神見習いとだけ。ムー、月下は神様、しかも共鳴支配を持っているムー。だから水の精霊と共鳴して本来以上の力を発揮できる、まさに、精霊王の素質を持つ神様なのムー。そういえば街でも精霊王の素質だって言ってたわね。その、精霊王、って何なの？精霊王、は私たち四大精霊と契約できるほどのポテンシャルを持った最高峰の精霊術師のことを言うわ。普通の精霊術師はできないの。普通の精霊術師はムーたちの聖地に来て試練を受けるムー。そこで認められれば晴れて、精霊術師、になれるムー。それもしっかり相性があって、その一番相性がいいところに行く、そういう人間側のルールみたいのがあると聞いたことある。一属性の精霊と契約したら、一般精霊術師、二属性の精霊と契約したら、中級精霊術師、三属性の精霊と契約したら、上級精霊術師、四属性すべての精霊と契約したら、精霊王。詳しいのね。試練に来た人間に聞いただけだ。でも精霊と契約するならわかるけど、精霊を従属に置くなんて聞いたことない。そうだムー、しかも共鳴でムーたちの本質を最大限まで出して戦ってくれるムー、まさに、精霊王、の上、精霊神、にふさわしいムー。てら、私は月下が主なら従属でもいい。それで月下が強くなって、私たちにも意義があるなら喜んで捧げれる。二人は本当にいいの？月下さん、月下さんがムーたちを従属にさせる条件はすでに満たしてるムー。もちろんムーは、こんなムーで役に立つなら従属になるムー、もうそれしか道がないムー。神がなければ聖地を維持できないムー。聖地を維持できなければ精霊は結局死ぬしかないんだムー。ムーはもう一人ムー。ならムーは月下さんの元にいたいムー。私は従属になったら今以上に戦えるようになる。私が従属になるのは希望なんだよ。私自身では結局非力、何もできない。だけど月下の従属につけば私の存在意義が今まで以上に上がる。月下は強い、そして一緒に戦ってくれるし、心配もしてくれる優しさがある。否定する理由がない。私はそう思うけどね。月下が良ければ私たちを従属にして、私たちを存分に使ってほしい。私は無力な存在で居続けたくない。みんなのために尽くしたい。そのためなら月下にも尽くす。あなたがそれでいいなら私は大歓迎だよ。ムーももう一人ぼっちだから月下さんと一緒にいさせてほしいムー。もう仲間の死で泣きたくないムー。辛いのも悲しいのも嫌ムー。そっか、ならてら、私の元においで、それで一緒に頑張ろう。私には仲間がいるわ。きっとてらも寂しい思いをしなくてよくなるわ。最後に聞くけど、本当に私でいいの？精霊は心の綺麗さで惹かれる、理由は十分だよ。ムーはいつでも問題ないムー。そっか、それじゃあ二人とも、私の中に入って、それで契約は完了だと思うわ。私の名前はホテア、サラマンダー、よろしく主。よろしくホテア。月下さん、よろしくムー。よろしく、テラ、安心して私に任せて。ネロ、ウンディーネ、ホテア、サラマンダー、テラ、ノーミード。これから私に力を貸して。よし、それじゃあ町に戻ろうか。あの人がもう帰ってるかもしれないしね。遅い、あそこから帰るのに一体どれだけ時間か。お前、精霊たちを従属にしたのか。ちゃんと話し合ったわ。お互いの了承の上よ。何か問題でも。いや、なら都合がいい。この風の精霊の面倒も見てやってくれないか。この子が風の精霊。風の聖域もかなり荒らされていた、というより乗っ取られていた。そこで隠れていたこの精霊を保護し、式月下のところに連れてきた。両親は殺されている、育てる奴がもういないんだ。私は構わないわ、もうすでに三精霊と契約してる。私なら面倒見れると思うわ。ということだ、行け、風の精霊。これからよろしくね、名前は。アイレ、シルフィードです。この人、いや神様かな、すごく綺麗な魂、しかも器がものすごく広い。この国の精霊全員が入っても全然余裕あるくらいだ。アイレちゃん、私の従属になっても大丈夫かな。うん、痛いのは嫌だからね。うん、とりあえず私の中でゆっくり体を休めて。これでお前は精霊王になったというわけだ、真の意味でな。一気に四大精霊と契約したけどいいのかな。
精霊は相手の心に惹かれる。恩や人情ではなく心や魂という本質に惹かれる。お前が思っているより精霊はお前を見ただけで、お前の存在を理解し認めている。いいことだ。俺の知りたいことは全部わかった。やるべきこともこれで終わりだ。結局、これはその、悪視鏡っていう連中の仕業ってことなの。ああ、だが問題ないだろう。鍵は一つこちらの手にあるのだろう。ならば問題は、取られたわ。何？ごめんなさい、あなたが去った後に襲撃にあったの。それで私たちは逃げ切ったんだけど、鍵は奪われて。なるほど、これも必然ということか。必然？偶然なんてものは存在しない。起こる現象すべては必然、運命に基づいてる。必然であり、運命なら残酷な現実ね。私は地球防衛軍の人が到着するのを待つ。私だけではどうしようもできないから。なるほど、つまり今はこの町に地球防衛軍はいないのか。え、いや、いるにはいるけど。テロに襲撃された時に一緒に救護してくれた人、名前は聞いてなかったけど、確か地球防衛軍だって言ってた。そっか、この町に防衛軍はすでにいるじゃない。なら要件ができた。お前は地球防衛軍が来るまで精霊たちと準備でもしているんだな。そうね、いろいろありがとう、助かったわ。エスカ、グリームス。え、俺の名前だ、もちろん偽名だがな。それって意味あるの？ああ、名前とは最も存在を縛る存在だ。それを明かすというのは自身の魂をさらけ出すのと同意だ。悪心境を相手にするなら覚えておけ。わかった、さようならエスカ。不思議な人だったわね、ずっと何を考えてるかわからなかった。さて、まだ敵たちも帰ってこないだろうし、今の4人で何ができるかしっかり把握しておかないと。よし、これで一段落ですね。平和がこうも一瞬で奪われる、悪はやはり許せない。夜遅くまで大変だな、地球防衛軍。いえ、皆さんの平和のためです。ここに私がいた以上平和のために尽くさなければ。さすが、志が高い、まさに絵に描いたような善人だ。さぞかし、テロで爆発した奴らも悔やんでるだろう。そうですね、あんな悪人の思い通りには絶対に勘違いするな。悔やんでるのはお前みたいな奴に地球防衛軍と名乗られたことだ。なんだと。なら話題を変えよう。お前は一体何人体制で一体何の任務でここに来た？一人ですよ、任務は言えない。そうか、ならなぜお前は生きているんだろうな、地球防衛軍なのに。今回のテロはこの街で悪神教が動くと情報が入りやってきた。地球防衛軍を使ったテロだ。理由は簡単、邪魔だったから。そして術者が本物が不在の間、本物と偽れるからだ。大層動きやすかっただろう。どんなことも地球防衛軍ですと言えば通るのだから。それは違うだろう、警察と同じだ。名乗る前には身分を表す手帳が必要だ。そう簡単に偽れない。テロを起こさせた奴から奪えばいい。そしてそいつの名前でやればいい。姿写真はお前がテロにやった暗示を使えば写真が違っていても偽れる。お前、名前は、リビア、レイナル・カルオス、ベントルキ。な、なぜ偽った？簡単だ、本来の名前は指名手配中だからな。悪神教第24司教ナベリウスの使者、カルオス、ベントルキ。よく気づいた、今までこの方法でバレたことなかったのだが。参考までにどうやってわかったか教えてくれるかい？お前らの仲間だろ、あの眉間から髪が生えた男。あいつの記憶から観測して、お前らが集まっていた橋に行った。そこでお前が操っていた瞳孔開きっぱなしの死体を使って去る男に怒りをぶつけている時に言った。お前らの行動をこそこそかき回っていた地球防衛軍を昨日俺の悪視鏡で皆殺しにしたんだ。ならあとはこの街でテロが起こった時、地球防衛軍と名乗った奴が一番怪しい。何せ本当の防衛軍は皆殺しにされているのだからな。乾杯だ。まさかそこまでの情報入手に特化した能力者がこの街にいたとは。発言には気をつけることだ。いつ何時誰が見ているかわからないからな。教訓にさせてもらおう。お前を殺してな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。
寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいてね。